ロンドン橋落ちたは、イギリスに古くから、あるナーサリーライム。マザーグースの中でも、代表的なもので、現在では、世界中で知られている。単に、ロンドン橋とも呼ばれる。お使いのブラウザでは、音声再生がサポートされていません。音声ファイルをダウンロードを、お試しください。現在のロンドン橋、ロンドン橋が落ちたため、色い々ろいろな材料で新しい橋を作ろうとする歌詞である。 時代や場所などによって何通りかの歌詞が存在する。その中で代表的な歌詞を以下に挙げる。ロンドンブリッジーズブロークンダウン、ブロークンダウン、ブロークンダウン、ロンドンブリッジーズブロークンダウン、マイフェアレディー、ビルドイット、アップウィズウッドアンドクレイ、ウッドアンドクレイ、ビルドイット、アップウィズウッドアンドクレイ、マイフェアレディー、ウッドクレイウィルウォッシュアウェイ、ウォッシュアウェイ、 ウォッシュアウェイウッドアンドクレイウイルウォッシュアウェイマイフェアレディービルドイットアップウィズブリックスアンドモルタルブリックスアンドモルタルブリックスアンドモルタルビルドイットアップウィズブリックスアンドモルタルマイフェアレディーブリックスアンドモルタルウィルノットステイウィルノットステイウィルノットステイブリックスアンドモルタルウィルノットステイ My fair ready, build it, up with iron and steel, iron and steel, iron and steel, build it, up with iron and steel, my fair ready, iron and steel will bend and bow, bend and bow, bend and bow, iron and steel will bend and bow, my fair ready, build it, up with silver and gold, silver and gold, silver and gold, build it, up with silver and gold, my fair ready, silver and gold will be stolen away, stolen away, stolen away, silver and gold will be stolen away, my fair ready, set, a man's, watch all night, watch all night, watch all night, set, a man's, watch all night, my fair ready, suppose the man should fall asleep, fall asleep, fall asleep, サポーズ・ザ・マン・シュット・フォール・アスリープ。マイフェア・レディ、ギブ・ヒム、A－P－II スモーク・オールナイト、スモークオー・ークオールナイト、ギブ・ヒム、A－P－II スモーク・オールナイト、マイフェア・レディ。一番のブロークンダウンの歌唱。フォーリングダウンとすることも多く、特にアメリカ合衆国ではフォーリングダウンが一般的である。ロンドン・ブリッジーズ・フォーリングダウンのメロディーと、その歌詞は？ アメリカで派生したものが広まったものである。歌詞の全文が確認できる資料の中で最も古いものは1744年に発行されたトミー・サムエス・プリティ・ソング・ブックで次のような歌詞である。ロンドン・ブリッジ・イズ・ブロークン・ダウン・ダンス・オーバー・マイ・レディ・リー・ロンドン・ブリッジ・イズ・ブロークン・ダウン・ウィズ・エーグ・レディー・ハウ・シャル・ウィー・ビルド・イット・アップ・アゲイン・ダンス over my r e a d y l and sea build it up with gravel and stone dance over my r e a d y l and sea gravel and stone will wash away dance over my r e a d y l and sea build it up with iron and steel dance over my r e a d y l and sea iron and s t e e will bend and b a l dance over my lady lee アンド、シービルドイット、アップウィズシルバー、アンドゴールド、ダンス、オーバーマイレディーリー、アンド、シーシルバー、アンドゴールドウィルビストールンアウェイ、ダンスオーバー。マイレディーリー、アンド、シーゼンはウィー、エルセット、エーマンツーウォッチ、ダンス、オーバーマイレディーリー、ゼンはウィー、エルセット、エーマンツーウォッチ、ウィズ、エーゲーレディー、また、ジェームズ・ウォーチャード・ハリウェル編集の書に掲載されている。 以下の歌詞も知られている。1744年のものと似ているが、歌詞の順番や結末が異なっている。北原白秋や竹とも風による、日本語訳は、この歌詞を元にしている。ロンドンブリッジーズブロークンダウン、ダンスオーアマイレディリー、ロンドンブリッジーズブロークン、ダウンウィズ、エーゲーレディー、ハウシャルウィービルドイット、アップアゲイン、ダンスオーアマイレディリー、アンド、 sea silver, and gold will be stolen away, dance all am I ready thee, and sea build it, up again with iron and steel, dance all am I ready thee, and sea iron and steel will bend and ball, dance all am I ready thee, and sea build it, up with wood and clay, dance all am I ready thee, and sea wood and clay will wash away, dance all am I ready thee, アンド、シービルドイットアップウィズストーンソーストロング、ダンスオーアマイレディーリー、フザー、ツイルラストフォーエイジズロング、ウィズ、エーゲーレディー。この詩がいつ作られたのかは、はっきりしていない。文献による書出は1725年のナンビーパンビーである。同書でケアリーは、この歌の一部を次のような形で引用している。ナンビーパンビーイズノークラウン、ロンドン、ブリッジーズブロークンダウン、 ナウヒーコーツザゲレディー、ダンシングオワザレディーリーさらに、雑誌、ジェントルマン、S マガジンの1823年9月号には、チャールズ2世の知性頃の生まれの女性から伝えられた、ロンドン橋の歌詞が記されている。記者がその女性から歌を聞いたのは70年以上前で、歌の成立年はさらに遡ることになる。1745年のロンドン橋。 1209年に架けられたこの橋は火災などにあったが落ちることはなく1832年に架け替えられるまで橋としての役割を果たした。歌詞の意味に関しては謎が多く現在でも明らかになっていない。そのため多くの解釈がなされている。ロンドン橋が作っては流されたということが繰り返されたのは10世紀から12世紀にかけてのことであり、 ヘンリー二世時代の1209年に石造りの橋が完成してからは橋の崩壊はなくなり1832年に架け替えられるまで600年以上もその堅牢さを保った。しかしこの石橋の上には礼拝堂や民家、商店が立ち並んでおりそれらが火事で消失することはあった。さらに1553年にはヘンリー達成による 宗教改革により、橋の上の礼拝堂が取り壊された。こうした出来事を、橋が、落ちた、壊れたと捉えたのではないかとする説もある。また、天才だけではなく、次のように人の手によって壊された話も、伝えられている。1 0 1 4年、デンマーク王すべに一世は、イングランド遠征を行い、戦列に加わっていた、ノルウェーの全王家の王族であるオーラブに、 ロンドンの攻略を命じた。この時オーラブ2世は、守兵が立てこもるロンドン橋にロープをかけ、軍船で引っ張り落としたという。歌詞はこの出来事を元にしている遊説もある。それを裏付ける文献もある。この出来事が記されている古代スカンジナビアの冒険団、ヘームス・クリングラは、サミュエル・レインによって翻訳され1844年に発表された。 そこにはオッタースバルトの詩が収められているが、この詩の一行目とロンドン橋の詩とは類似性がある。ロンドンブリッジーズブロークンダウン、ゴールドイズオン、アンドブライトレナウン、シールズリサウンディング、ウォー、ホーンズサウンディング、ヒルドイズシャウティングインザディン、アローズシンギング、メール、コーツリンギング、オーディンメイクスアワーをラフウィン。しかしながら、現在では、スバルトの詩の原文には、 ロンドン橋への言及がないことが明らかになっている。つまりレインの翻訳は、すでに知られていたロンドン橋の歌を原文に組み込んだ、かなり自由なものであったことがわかる。そのため、これが、死のもとになったというのは疑わしい。さらには、オーラブによるロンドン橋の破壊が行われたこと自体を疑う歴史家もいる。歌詞には、金と銀の橋では盗まれるから見張り番を置こうという。 箇所がある。この、見張り板が、橋を作る時の人柱のことを指しているとする主張がある。例えば、オックスフォード童話辞典では、何度橋を架けても壊されてしまう自然の力に対抗できるものとして見張り板つまり人柱が必要になると述べている。また、各国に伝わる橋を作る、際の人柱の例を挙げて、この説を補強している。 ただし、石橋を作る際には、人柱の記録はないことから、これは事実であったとしても、石橋以前に架けられた橋での出来事と推定されている。なお、ロンドン橋の見張り盤自体は13世紀に存在し、橋を渡る人から通行税を取っていた。ただし、歌ではその後に、見張り盤が眠らないように一晩中パイプのタバコを吸わせると続くが、 タバコが英国に入ったのはそれ以後の1565年である。歌詞のマイフェアレディ、または古い歌詞にあるレイディリーの意味についても、いくつかの説が存在する。一つは、このレディは、ウォリックシャーの貴族であったリーケの夫人が、モデルではないかという説である。家を建て替える際にこの夫人は健在などにいろいろと、 注文を出した、あるいは工事中に人が埋められたとも言われている。それがこの歌の題材になっているという主張である。また、ロンドン橋の建設の責任者であったことから、ヘンリー一世の王妃マティルダ・オブ・スコットランドであるという説がある。さらに、1269年から1281年ぐらいまで、橋の収益に関しての権限を持っていたヘンリー三世の、 王妃エリナー・オブ・プロヴァンスではないかという説も存在する。一方で、これは人物ではなく、英国のリーガーを指すとする見解もある。リーガは、ロンドン橋のあるテムズ川に注ぎ込む川である。しかし、リーガワがテムズ川と合流するのは、ロンドン橋よりも下流であるため、この説に疑問を呈す意見もある。また、古い歌詞にある、ダンス、オーバーマイ・レディー・リーとは、 冬の間テムズ川が凍結するので、橋が壊れても、氷上を歩いて渡れることを意味しているとする見解もある。ロンドン橋落ちたの遊び方、赤書遊び歌の典型である。二人の子供が向かい合って手をつなぎ、腕を高く上げ、その中を他の子供が歌いながら通る。歌詞のマイフェアレッディーのところで腕を上げていた二人が腕を下ろし、通っていた人を捕まえる。 同じマザーグースのオレンジとレモンと似た遊び方である。アメリカでは捕まえられた人は二つのグループに分けられる。そしてその二組で綱引きを行う。ロンドン橋落ちたのメロディに乗せてヘッド、ショルダーズ、ニーズトーズと歌う替え歌がある。日本においては高田393の訳詞による頭、肩、膝、ポンが知られている。ありがとうございます。